皆さんこんにちは。リピートコンサルタント横田修林です。今日お伝えするテーマはこちら、リピーター作りの仕組み100事例の本に入りきらなかった事例を一つ紹介したいと思います。この本の中ではリピートする仕組みについて10の切り口を通して解説していますが、今日はその中の難関型というものについて考えてみたいと思います。難関型っていうのはですね、言ってみれば名前に関するリピートする仕組みなんですが、名前が非常に難関、難しいんですね。この方が難しいということで、難関型っていうふうに名付けているんですが、ではですね、早速見ていきたいと思います。まずこちらの事例の方をご覧いただきたいと思います。よいしょ。はい、これですね、もうこの商品見たときに、もうね、やられたなっていうふうに思いました。何かと言いましたらですね、これ、福の神っていうトイレットペーパーなんですよね。で、トイレットペーパーって拭くものじゃないですか。ね、お尻を拭くものじゃないですか。で、紙じゃないですか。で、その拭くものと紙っていうのがセットになってるんだけど、拭くの紙ってやると、いわゆるね、幸福の服ですよ。おたふくの服ですね。の紙だっていうようなイメージがありますから、そしてこのようなだるまなんですね。これ、だるま印のトイレットペーパーなんですけど、こういうものがあるとですね、絶対に忘れないですよね。で、これトイレットペーパーって言ってしまったら、例えばわかんないけど、僕全然値段知らないけど、1ロール、例えば100円だったとしたらですよ。もっと安いか。1ロール20円だったとしたら、1ロール20円のトイレットペーパーが服の紙っていう名前つけただけで、多分200円ぐらいとかで売れるわけですよ。ただ、一緒ですよ。タイトルが、商品名が福の神ってなっただけで、ちょっと何かお中元とか、例えば結婚した時とか、何かのお祝いの時とかにプレゼントすると、日用品ですからね、喜ばれるものじゃないですか。だからね、そしてこのようなですね、だるま模様のですね、トイレットペーパーが出てきたら、なかなかね、これ面白いですよね。だからね、こういうものって、やっぱネーミングね、考えたもん勝ちなんだけど、やっぱね、大事だなっていうことが分かっていただけるんじゃないかなと思うんですよね。これね、本当に思いついた人、もう本当素晴らしい天才だと思いますけど、見つけた瞬間ね、本当すごいと思ったと思いますけどね。ぜひ皆さんも、こういうネーミングに関するものね、もうこれだけで価値を作ることができますから、ぜひね、参考にしていただきたいなと思います。はい。ということで、名前を覚えてもらわないと、そもそもリピートできないんですよね。もう皆さん、福の神って覚えちゃいましたよね。そうすると、福の神って検索したら、このトイレットペーパーが出るわけですよね。覚えてもらうってことがいかに大事かってことがわかりますよね。リピートコンサルタント、横田修林でした。ありがとうございました。バイバイ。